で太陽、旅人の3役に分かれて元気に演じます。元気いっぱいの北風さんと太陽が力比べをするシーンでの勢いのある歌と踊りをぜひご覧ください。原作では太陽が旅人のマントを脱がせて勝負に勝つんですけれども、今回は北風の心地よい風も気持ちいいねと、みんなでそれぞれにいいところがあって素敵だねというエンディングになっています。それでは可愛らしい子供たちをご覧ください。小畑さん、用意はいいですか？はい、お願いします。Madoka!
だけ風をくれませんか。やだ、おかしい。あー、気持ちいい。高瀬さんもすごいね。いいな。